フェメです。バイダンです。フェメとバイダンチャンネルでーす。ラジャベです。寝てました。いや、いいよ、その告白は。関係ないから。ちょっと思ったところがありまして、はい、まあ、新エリアできて、うん、まあ、美女と野獣エリアと言われる場所が増えたじゃないですか。ニューファンタジーランドですね、はい、いわゆる。で、はい、思ったのが、うん、映画があって、うん、まあ、いわゆる新しいエリアできて、これどこまでリンクしてるのか、どこまで再現してるのか、はい、気になるんですよ。まあまあ、その美女と野獣エリアの最大の見どころですからね。そうそうそう、どれぐらい映画の世界なのか、はい、でそこちょっと教えてほしいなって、まあ、いわゆるバックグラウンドなのかな、はい、もしかしたらねっていう部類に入りますけども、はい、まあ美女と野獣エリアなんで、まあ、うん、もちろんこの映画の世界そのままとなってるわけなんですけど、うん、まあ、もう言ったら全部、言ってしまえばね、うん、言ってしまえば全部なんですけども、うん、まあ、より僕の中でここを見てほしいっていうポイントが何個かあって、うんうん、でそれはその美女と野獣のこのアトラクション、魔法の物語アトラクションの外からエリア全体を通してっていうのがあるわけよね、うんうん、で例えばなんですけども、うん、あのベルがこの朝の風景をこう歌うシーンがあるところから、その街のところから始まっていくわけよね、うん、その中でこの映画の中でさ、うん、あのベルがこう変わり者って言われてるんで、ああ、はいはいはい、まあ、朝の風景でも歌われてますけど、はい、あの子はいつもちょっと変だなっていうのを言われてるわけよ、はい、でそれは、まあ、もちろんモーリス込みで、うん、なんか発明家とかよくわかんない、うん、なんか仕事やってる変なおじさんいる、うん、街の変わり者のおじさん、うん、その娘のベルもまたちょっと変、うん、みたいなのが言われてるわけなんですけど、うん、その、まあ、街でちょっと変な人扱いされてるっていうこともエリアの中で再現されてるわけね。ほう、それとかどんな感じであの描かれてるかとか、ほう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 、予想つきます。おお、何、変わり者扱いされてる描写、はい、うん、同じ描写というか、まあ描写っていう言い方よりはそのようにして描かれてるわけよね。まあだから例えばだけど、うん、位置的にちょっと離れた場所に、そう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 、そういうことなんですよ。だ、はい、え、そうなの。モーリスのコテージがここあって、でいわゆるメインのガストンの噴水があったりとかさ、もっと森の奥の方に行くとそのお城があったりとかする、うん、でいわゆるこの町としてのこの場所としてはガストンの噴水があるあの辺り一帯ってなってるんだけど、うん、そこのちょっと外れたところにモーリスのコテージがある、ね、はぁ、でいわゆるのけものにしてる感じを出してるところ、はい、いうような感じがあったりとか、でそのモーリスのコテージからは時折爆発音が聞こえてきて、モーリスの中で発明をしてるんだな。あ、そうなんだ。そのようなその音の効果とかも使ったその再現とかがあったりするわけです。すごいじゃん。で、まあ、ガストンの噴水があったりだとか、そのまあそれこそガストンのあの酒場があったりするからね、ラタベルヌとか、それとかももちろん描かれてたりだとか、その朝の風景に登場したお店の、店構えのお店があったりとか、ベルヌが言ってた図書館があったりとかするっていうのは、いろいろな部分で再現はされてるわけよね、うん、でそのアトラクションの中、いわゆる街列の部分でも、うん、ストーリーとしての再現具合があったりとかして、ほうほうほう、例えばそのもちろんお城の中を入っていくわけよね、うん、でそのところどころにルミエールとか、あのろうそくの、あ、そコグスバスの時計のやつとか、うん、そのポット夫人とかがいたりとかするよね、うんうん、でこのポット夫人たちが、うん、こう目つむって全然動かないわけ、うん、もうちょっと動くとかも全然なく、もうポンってもいわゆる置物として置いてあるの。そうそうそう、ただそのお隣にチップっていうポット夫人のその息子のちっちゃいマグカップとか、うん、ティーカップかとか、あの犬のサルタンっていうあの足置きソファーあるじゃん、うんうん、とかはちょっと動いてる。さてこのことからルミエールたちはそのなんでそんな全く動かないのかとかもそのストーリーの再現としてあるわけよね。なるほどね。そう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 。ちなみになんでルミエールたちは動かないと思う。はい、チップとか犬のサルタンの中はちょっと動いてるんだよ。難しいんだよ、カタカタカタって。さっきからお前の人も難しいんだよ。何が分かんないよそんなの。人来たからじゃなくて。まあまあそういうことなんですよ。美女と野獣見たじゃない。まあまあ見たことあります。で一番最初、うん、モーリス、まあ、お父さんがお城の中に迷い込む、ね、ちょっと止めてくださいって、そうだね、その時とかのルミエール、うん、覚えてる、覚えてるよ、全く動かないで、うん、いわゆるもう そのものとしているっていうね、で生きてることがバレないようにして、うんうん、そのようなこともこのお城の中でルミエールでは動かないってことで再現されてるわけよね。冒頭にあるってことね、それね。そうそうそう、あ、なるほどなるほど。もう本当作品と同じ流れで進むわけだ。
で、そこから先のストーリーをアトラクションの中で描いてるっていうことなんだよね。はい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 、で、何よりも見てほしいのが、うん、あの、いわゆる美女と野獣のこのストーリー、アトラクションになったら完結するわけよ。うん、この野獣の魔法も解けて、うん、で、ベルと野獣がくっついて、うん、こうみんなで歌って、うん、あの、パーティーやって終わり。うん、この野獣のお城がさ、あの、前にもちょっと喋ったけど、紫がかってて周りキーバーってできてみたいな感じで、いわゆる呪いが解けてない状態、うん、ベルとまだこう愛し合えてない状態のこのお城になってますよって、うん、出た後、お城見るとちょっと違うわけよ。で、逆に言うと、この出た後のこのお城見ただけでもうストーリーが完結したことはわかるわけよね。さあ、どのような部分で見えるでしょうかっていう。何それ、ウェル、呪いが解けたなっていうのが分かるわけ。じゃあ入る時のお城のルックスと、そう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 、出口の方の城のルックス、うん、違うんだ。そう、むずいんだよさっきから。あの、すぐ出て、もちろんこうお城から出てくるわけよね。その周りの壁を見てみると、紫っぽかったあのお城が、この出口のあたりの壁がこう薄黄色になってて、魔法が溶けてるお城になる。へー。あ、そうなんだ。あー。そこだけ黄色になってて、いわゆる出た後はもうストーリーが終わって完結して、呪いが溶けたお城から出ることができるっていう部分の再現具合があったりもしますよっていう。それ外から見てもそうなの？いわゆる中、いわゆるアトラクション入って出てその違い分かるわけじゃん、うん、そのファーって回るだけでも分かんの？分かんない。あ、じゃあもうちょっと中通らないと、そこだけ、そう、なるほどね、になってるっていうような、この全体的な再現、なるほど、ね、特にそういう部分がより濃くあるんですよっていうようなのが、この美女と野獣エリア の、 そのニューファンタジーのすごいと。なるほどね、うん、はい、っていうような感じでございますね、うんうん、結構再現されてるわけだね。もっとよ、めちゃめちゃちっちゃい部分が、あ、そう、むちゃくちゃいっぱいある。まあね、レストランの中とかお店の中とか、そうかそうか、そう、装飾とか見てたりします。だからやっぱり、まあ、前もね、なんかの動画というか、まあ、喋ったと思いますけど、うん、あの、見てから行った方がそれは楽しめるよっていうのがそういうことね、うん、やっぱね、そう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 、そういう感動具合がちょっと違うわな、うん、まだ行けてないですから僕、まだ行けてないですね。ただただ楽しみを膨らむだけ、こんなもう嫌だよすごい欲が溜まって溜まってもうしんどいですもん。一番しんどい立ち位置だもんね、うん、早く行きたい。はい、ぜひ今度行きましょう、はい、お願いします。という感じで、まあ、ニューファンタジーランドの美女と野獣のストーリーの再現具合を今回、かいつまんで説明させていただきます、はい、また明日の動画でお会いしましょう。また明日、やっぴー。ちょっと違くなかった？バラだ、うれやっぴーみたいな、ちょいやっぴーで、あ、ちょいやっぴーで、うん、バラだか。そのツイッターでもちょいやっぴーって言ってるけど、そのテンションが分からんのよ。ちょっとやっぴーってことよ。いや、ちょっとヤッピーなんだろうけど、この前さ、いわゆる、まあ、神保町の漫才劇場ランキングライブ総合順位出たじゃん。うん、出た。まあ、この月分の、うん、で、ちょい下目だったじゃん。ちょい下目だった。ギリギリ下との入れ替え戦に行かなくていい、うん、ちょいヤッピー、うん、どういうことってなって。いや、だから行かなくて、まあ、けど上じゃないからやったと言えないけど、まあ、下との入れ替え戦行かなかった、ちょいヤッピーです、それは。そんなこっち側の受け取り必要なギャグダメだよ。ノーズ使ってください、これから逆に。ダメ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 、これからはダメ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 、ミキティとか見るときにちゃんと考えてる、うん、ない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 、ちょっといつもより顔が曇ってる、喧嘩したんかな、今朝とか、笑えない笑えない、全然笑えない。組んでください、これから皆さん頭使う時代です。また大きい声で言ってるわ、バカだなーでいいのよダメです、顔が曇ってるぞ、喧嘩か。